左変わったなと思ったら、スッと縦にしてもらうと、そういう感覚でですね、スーッと引いていただきます。この前言った通り、ここを利用して切ってください。こんな感じですね。で、スッと、あの魚だから難しいじゃなく、生ハムみたいな感じで考えてくると、もう全然簡単なんで、本当にご自分でチャレンジはしてみてください。ミョウガでもいいです、別にこれはですね、ミョウガを普通に豚にして、本当にこの生姜の風味で美味しく感じますね。まあ、こうちょっと和風の風味みたいにしてもらいます。これがですね、意外と富山さんパンと合うんですよ。そばって意外とパンの上に持ってきた。はい、分かります。さっきこれごとこう一つ買ってパンに食べていただいて、意外とあ、こんなに合うんだって。全然マリネ系統よりもこちらの方が美味しい。はい。